The Starting Line はアメリカが州国ペンシルベニア州チャーチビルにて結成されたポップパンクバンドである。2002年にインディーレーベルのドライブスルーレコーズからデビューした。2005年にはメジャーレーベルからのデビューも飾っている。2008年に活動を休止したが、2009年末に活動を再開。その後は2012年に活動を休止し、2015年に再開した。 ケニー・バソリ、ケニー・バシリー・マット・ワッツ、マット・ワッツ、マイク・ゴラ、マイク・ゴール、トム・グライス・キウィクツ、トム・グリス・キュックス、ブライアン・スクムッツ、ブライアン・シュムーツ・マット・ワッツが、当時14歳だったケニー・バソリに、ジャムセッションやらないか。というような内容のメールを送ったことから、1999年に、アメリカの東部に位置するペンシルベニア州にある、チャーチビルという、小さな村にて結成された。 結成当初はサンデードライブという名で活動しており、その時、フォーソングズというタイトルのデモカセットを自主制作でリリースしている。その後すぐに大手インディーレイベルドライブスルーレコーズの目に留まり、2001年に契約を結ぶことに成功する。そして同年6月25日にファースト EP ウィズホープ of ブスターティングオーバーでデビューを飾った。 2002年6月16日にプロデューサーにフィンチ等を手掛けてきたマーク・トロンビノを迎えて作成されたファーストアルバム Say It Like You Mean It をリリース。するとじわじわと人気が出てきて同アルバムは1年以上をかけて30万枚以上を売り上げた。このアルバムで成功を収めた彼らはその後すぐにメジャーレーベルのゲファンレコーズと契約を結ぶことに成功する。 そして2005年5月10日には、メジャーデビューアルバムとなる、セカンドアルバム、ベースドオン、エイトルース・ストーリーをリリースし、ビルボードアルバムチャートにて初登場18位を記録し、見事トップバンドの仲間入りを果たした。しかし、その後の活動を行っているうちにゲファンレコーズとの関係がこじれたため、同レーベルから離脱した。2006年1月になると、 大手メジャーのバージンレコーズと契約を結び、2007年7月31日にサードアルバムダイレクションをリリースした。同アルバムはビルボードアルバムチャートにて初登場30位を記録している。しかし、それから時を間もなくした2008年3月5日、個々の時間を大切にするために解散を表明。しかし、2009年末に活動を再開している。 2012年には活動を再び休止したが2015年より再開。2016年2月9日には新作 EP Anyways が発売された。ケニーバソリ、ありがとうございます。